いやー、やっぱり音楽っていいですよね。僕もさ、まあ、ついついこんなの来ちゃうぐらいなんですけどね、やっぱり心に残る歌詞っていうのはついつい口をついて出てしまうものです。ミコミコナース、ミコミコナース、セクシャルバイオレット、ミコミコナース、ソウルトレイン、ミコミコナース。え、何？なんか違和感ある？いや、ないよね。リーチ一発、ミコミコナース。え、何それ、エロゲーじゃねえかって。いや、違う、これ。これはエロゲー界の病気なんじゃないかなって、ちょっと思ってる次第でございます。どうも皆さん、こんにちは。ケイジチャンネルです。というわけで、今日の動画はですね、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題を、ギュッとまとめて気になったもののお話をしていくという、そんな動画となっております。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さん、何をして過ごしていらっしゃいますか？まあ、ゲームやってるっていう方もね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、息抜きの時間として、ケイジチャンネルをぜひご覧になっていっていただければ嬉しいです。ね、動画が面白ければぜひ、高評価、もしくは、動画のチャンネル登録なんで俺この案内なんでこんなしどろもどろな、コメントください、お待ちしております。では行ってみましょう。まずはこちらの話題から。プレイステーションの、5月のフリープレイが発表されました。フリープレイタイトルはこちらの3本となっております。で、フリープレイのタイトルは、フリープレイが始まる前に、実際に遊んでみてどんなゲームなのかっていうのを紹介する動画を作りますので、よかったら楽しみにしていてください。おそらくなんかね、すごいギャンブルが好きな人、ギャンブル好きな誰かがなんかこう紹介してくれるんじゃないかなってちょっと思っております。ね、そんなね、プレイステーション、並びにですね、ソニーなんですけども、ソニーがね、2020年度の決算発表されまして、これがとんでもないことになっていた。ソニー大儲け、史上最高益となります、1.1 兆円の利益を獲得しております。売上、営業利益、純利益、大幅増という形になっておりまして、これはなんでソニーこんなに大変なことになってるのっていう、その内訳としては、やっぱりゲーム、プレイステーション5の販売が大きなです。大きなノッポのフル時計となっております。ゲーム部門の売り上げが2兆6563億円ということで、前年に比べると6787億円プラスとなっております。ゲーム部門の営業利益も去年より1000億円プラスになっているんですね。ちなみに、プレイステーション5の本体が売れただけではなくて、アドオンコンテンツを含むゲームソフトウェアの売り上げの増加というところがプラスの要因になっております。まあ、そんなプレイステーションなんですけれども、今絶賛ね、まあ、品切れ続出中のプレイステーション5は、2年目で、1480万台以上の出荷を目指しているというふうに言っております。これは PS4 の時とほぼほぼ同じぐらいの台数の出荷を目指しているというような形ですね。まあそれ以外にもソニーはまあ音楽部門とかいろんな部門が好調だったりしてるんですけれども、とりわけゲームが非常に好調という形になっております。まだちょっとなかなか PS5 ね、手に入れにくい状況にはなっていると思うんですけれども、まあ頑張って出荷していってほしいですね、なんていうふうに思っております。これね、任天堂の決算も5月の何がしかにありますので、まあ発表されたらね、どこか、動画のどこかでね、話題にしていきたいな、なんて思っております。では続きましての話題に行きましょうか。もう間もなく発売を控えております、カプコンさんの新作ゲーム、バイオハザードビレッジなんですけれども、これ海外のゲームメディアかなから、もうですね、ゲームのプレイ時間、まあ、要はボリュームがですね、判明しております。この内容は、まあ、ゲームのプレイ時間って、まあ、一つのネタバレになるかもしれないので、ちょっと知りたくないなっていう方は、飛ばして、この辺の時間まで飛ばしてみていただけるといいかなと思います。クリア時間は、まあ、もちろんこれ人にもよると思うんですけれども、初回のクリアで13時間半程度を要したということだそうです。2周目のプレイは7時間程度で残りボス2体を残した地点まで来たというような風に言っております。これはバイオハザードのシリーズとしては結構長めですね。バイオハザードといえば大体は初見の時に1周プレイするので8時間、7時間ぐらいかなっていうところ。ですね、僕がバイオハザード7をクリアしたのも大体7時間ぐらいだったかな。で、2周目プレイすると、だいたい時間が半分ぐらいになっていって、熟練していくと2時間切るか切らないかぐらいのプレイができるようになっていく。そんなね、ちょっとスピードラン的な要素もね、バイオハザードのシリーズには昔から入っておりますけれども、初見13時間で2周目7時間だと結構長いかなというところですね。これを周回プレイで、果たして上手い人たちはどこまで時間を縮めてくるのかっていうのはすごい見物ではあるんですけれども、ただ、結構なボリュームだよななんてやっぱり本当に思います。
まあ、公式の放送でもね、今回ボリュームあるよって言ってましたし、ね、それだけじゃなくて、マーセナリーズとかもありますからね、今回のバイオハザードはかなり遊べるゲームになっちゃうんじゃないかななんていうふうに思っております。そして、バイオハザードビレッジを購入すると、ついてくるゲームがありましたね。RE バース。こちらはサービスが夏からになるということだそうです。購入してすぐ遊べるわけではないみたいですね。いや、でもいいよ、それで。それでいいですよ。その、本編もまあまあ長さがあって、その後マーセナリーズあって、さらに RE バースまであったら、ね、ちょっと大変なことになってしまいますので、本編じっくり遊んで、マーセナリーズじっくり遊んで、やりきったぐらいの頃に RE バースが来るみたいな感じでいいのかな、なんていうふうに感じておりますね。まあ、そんな大注目作品、バイオハザードビレッジを控えているカプコンさんなんですけれども、先日モンスターハンターライズのアップデートも行われまして、新しいモンスターや、新しい要素などが追加されましたね。発表されていたモンスターだけではなくて、ね、発表されていなかったモンスターのサプライズ実装なんかもありまして、またさらに盛り上がりを見せているモンスターハンターライズとなっております。なんか今ね、私ね、一人カプコン祭りになっていて、いや、ちょっと前まではバイオハザード7遊んでて、ね、モンスターハンターライズもまだ遊んでるんですけれどもね、まだ全然ね、やっと先日上位に行ったぜぐらいの感じなんで、その、アップデートされた追加モンスターとかとね、ガシガシ戦うみたいな感じのペースで遊んでないんですけれども、まあなんかずっと俺カプコンのゲームで遊んでるな、みたいな、そんなここ1ヶ月ぐらいになっております。ゴールデンウィーク中ね、カプコンのゲームで遊んでるっていう方もひょっとしたら多いんじゃないでしょうかね、なんていう風に感じます。さあ、では続きましての話題に行ってみましょうか。ラストオブアスパート3の大まかなストーリーはもうすでに書き上げられている。そんなような話題が出ております。先日、ポッドキャストに出演したニール・ドラッグマンさん、その中でそう明言していたそうです。まあもちろんね、ラストオブアスパート3の制作にもう取り掛かっているとかではなくて、まだ制作ないんだけれども、続編の可能性として大まかなストーリーを書き上げているということだそうです。まあ開発進めてるわけではないものの、いつか日の目を見せたいというふうにも言っていて、ただし、ラストオブアスの規模っていうのはゲームを作っていくとしたならば、またね、多くの年月が必要になるので、それらを考慮していく必要があるということだそうなんですけれどもね。まあ、たくさんの人に大きな衝撃を与えたラストオブアスシリーズなわけですから、もし3が出るとなったらまた注目されるに間違いないんですけれどもね。いずれにせよね、ノーティードッグの次なる新作がね、気になるところではございます。そうそう、新作のゲームといえば、先日発売されたプレイステーション5用のゲームソフト、リターナルなんですけれども、発売日に私もね、動画出してたりするんですけれども、こちらのゲームがね、なかなかに高評価です。メタスコア86点。まあ、べらぼうに高いっていうわけではないんですけれども、安定して高いですね。意見が分かれるみたいなこともなくて、多くのメディアが高い得点をつけております。まだユーザーレビューっていうのは来てないので、果たしてどうかっていうのは分からないんですけど、ただね、このゲームはちょっとユーザーのレビューは少し分かれそうな気がしますね。ゲームとしてはね、ちょっと難易度結構高めなんですよね。難易度が高いものっていうのは、まあ、おのずと賛否をちょっと呼んでしまいそうです。ただ、ゲームの作りは、めちゃくちゃ良くて、グラフィックも、ハプティックフィードバックも、すごい活かされてますし、ローグライク的な要素を強めでは、ローグライク要素よりもね、プレイヤースキルを求められる要素の方が、今んとこ強めだなっていうふうに個人的には感じてるんですけれどもね。なので、なんか昔ながらのゲームを、めっちゃ豪華なグラフィックでやってるみたいな、そんな感覚に、なる。そんなゲームですね。まあ、ゲーム実況の方の動画もね、随時出していってたりもしますので、ぜひね、気になる方はね、リターナルの動画なんかをぜひ見ていただけると嬉しいです。やっぱり PS5 専用で作られてるゲームってちょっとグラフィックすげえなってね、プレイしてて思います。で、PS5 向けのゲームといえば、ラチェット&クランク、パラレルトラブルなんですけれども、先日ステートオブプレイでですね、15分のゲームプレイ映像が公開されました。これ見ました皆さん。あまり見てないでしょっていうのもね、なんか再生数がそんなに高くなかったんで、まあ、ラチェット&クランクは日本ではやっぱりそんなにすごい人気にはならないんだろうな、なんて思ってるんですけれども、ただ、もしよかったらちょっと試しに見てみてください。やっぱりグラフィックすげえんですよ。マジですごいです。いや、次世代機のゲームだなっていうのをビシビシ感じてくるようなゲームに仕上がっておりますし、いや、何よりインソムニアックゲームズなんで、インソムニアックゲームス?ゲームズ?調べよう。インソムニアックゲームズですね、インソムニアックゲームズが作ってるゲームでして、プレイステーション4で一番売れたゲーム、スパイダーマンを作ったところのゲームですよ。
スパイダーマンは日本でもめちゃめちゃ売れましたからね。このラチェット&クランクはシリーズ初めての方でも大丈夫というふうに言っておりますので、まあ、シリーズ遊んだことない方で、まあ、ちょっと気になってるんだよななんていう方はぜひねチェックしてみていただいてはどうでしょうか。私もね、まあしばらくは PS5 の専用ゲームっていうのは多分買い続けると思います。なんていう感じでね、まあ、リターナルもラチェット&クランクも、まあプレイステーションのね、ファーストパーティータイトルなわけですけれども、去年、2020年のプレイステーションのゲームの中で、ソニーのファーストパーティータイトルが売れた本数は5840万本だそうです。で、ソフトウェア自体は累計3億3890万本だったそうなので、約 17% がファーストパーティーのタイトルだそうですね。これはどうなんだろうね。多いのかな。いやでも 83% がサードパーティーって考えるとやっぱりいろんなゲームが幅広く売れてるなっていう風に感じますね。任天堂だと多分ねファーストパーティーの売り上げっていうのはもっともっと高いと思うので、去年だとファーストパーティータイトルってゴースト・オブ・ツシマにラス・アス・パート2にスパイダーマン・マイルズ・モラレスもそうですよね。400何がしまんも売れてるとか言ってましたからね。あとはまあデモンズ・ソウルのリメイクもそうなんですよね。やっぱり強力なタイトルがあるのが、まあ、ファーストパーティーのタイトルだったりしますので、まあ、非常に売り上げの幅も大きいのかなというような感じの話題でした。さあ、では続きましての話題いきましょう。皆さん、パソコンでゲームはやりますか？パソコンでゲームを遊ぶ際、どこで購入しますか？おそらく、多くの人が、Steam なのではないでしょうか。パソコンのゲーム売り上げの 75% が、Steam のストアを経由していると言われております。そんな Steam に、ゲームの開発者らが集団訴訟を起こすそうです。訴訟内容としては、手数料の 30% が高すぎるという内容だそうです。ゲーム関係ではなんかこういろんな場所で、まあ、暗黙の了解ではないんですけれども7対3、開発者7、販売元3、 30% の手数料みたいなのがいろんなところであるみたいなんですけれども、今回の訴訟としては、Steam が、まあ、市場をほぼ独占していて、その強みにつけ込んで、多くの利益を取りすぎているというような訴えだそうです。さあ、この7対3って、果たして高いのか高くないのか。開発者的には高い。で、不満に感じてるっていう人がどうやら多いみたいではあるんですけれどもね。ちょっと前の話題ですけれども、エピックゲームズとアップルで、まあ、同じような訴訟がありましたよね。これ7対3の手数料が、じゃあもし仮に引き下げになったら、ゲームの値段は下がるのかって言われると、まあ別にそういうわけでもないですよね。おそらくまあ開発者の方に取り分が多くなるだけっていうことなんで。いやでも、訴訟の内容としては、そう、手数料が高いからゲームを高くせざるを得ないみたいなことも言ってるみたいなので、手数料が下がることでゲームの値段が下がる可能性もひょっとしたらあるかないか。まあそれはね、販売元にもよるかもしれませんけれども。まあ、そんなことが行われている一方で、マイクロソフトは収益分配率を7対3から 88% 対 12% に変更するそうです。この分配率っていうのはエピックゲームズストアと同じだそうですね。この変更によって、開発者がマイクロソフトストアでより多くのゲームをより多くのプレイヤーに届け、より大きな成功をつかむことができるだろうとしているそうです。これひょっとしたら、全体の流れ的に、そういうその、なんだろう、88対12っていう比率が、新しいスタンダードになってくる可能性って、あるんかな。まあ、いずれにしてもね、より良い方向に進んでいくといいなぁなんてちょっと思っております。では、続きましての話題です。オープンワールドサバイバルゲーム、ラストがですね、日本国内で PS4 版が発売されます。6月24日発売ということですね。今年入ってから海外で、なんかその配信者の人たちが一堂にこぞって一つのサーバーでプレイしてて、すごい話題を呼んで、ガーッと人気が上がったゲームでもあるんですが、とうとうコンソール版が、日本でも配信されることになるというところなんですが、まあこの話はどうでもいいよ。俺それよりもね、もっと気になるゲームがあるんですよ。いや、どうでもいいって言っちゃうとちょっと怒られるけどね。どうでもよくないんですけれども、6月といえばこのゲームが出ます。ニーディーガールオーバードーズ。こちらが6月5日発売決定となりました。このゲームはどんなゲームかというとですね、インターネットアイドルのアメちゃんの彼氏兼プロデューサーとなって最高の配信者に育てていくというそんなゲームとなっております。
アイドルのアメちゃんは、わがままですぐに病んじゃうんですけれども、まあ、承認欲求にとらわれておりますので、彼氏であるピの、指示ならどんなことでも聞くと。ただしメンタルマネジメントに気を配っていかないと、病んじゃってあっちの世界に飛んでいっちゃったり、あるいは逆に健全にしすぎちゃうと承認欲求がなくなって、配信しなくなるっていうそういう可能性もあるというですね、まあ、非常にやってみたいゲームなんですよね、これね。インディーゲームライブエキスポの時に初めて知って、ね、発売がね、ちょっとね、まだ未定っていう状態が続いてたんですけれども、とうとう発売になりました。気になる方はぜひ調べてみてください。みんなも、ネットアイドルをプロデュースしよう。健全に。いや、健全と不健全のほどほどのこのバランス？バランス？さあ、といったところで今週1週間のゲームニュース、ゲーム話題でございました。1週間あるとね、楽しい話題たくさんありますよね。まあ何はともあれ、私も私でですね、今遊ぶゲームがね、結構ね、ギュッてあって、ニーヤレプリカートでしょ？まあモンハンでしょ？モンハンはね、もう携帯ゲーム機でね、なんだろう、今寝室で寝る前にベアーってやってんだよね。で、最初、携帯ゲーム機でやるのしんどいなって思ってたんだけど、人って不思議なもんでもう慣れた。ちっちゃい画面でも全然普通にプレイできるようになっちゃいました。で、あとリターナルやってるでしょっていう感じでね、いやこの3つは結構しっかり遊びたいなと思ってるんで、しっかり遊びたいゲーム3つあるとしてもしっちゃかめっちゃか大変です。ただね、バイオハザードビレッジが発売されたらもうそこ最優先でギュッとね集中してやっていこうかななんて思っておりますけれども、さあ皆さんはどんな、日々を過ごしておりますか。楽しく過ごしてくれると嬉しいです。そんな楽しい日々の中にほんのちょっとのスパイスでいいです。ケージチャンネルはいかがですか？ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。